どうもアンポルキアのいとこのお下がりです。今回は先日行われましたブレイキングダウン14のオーディションが今回も過去一でしかも荒れすぎてやばかったようなので肌荒れ情報まとめました。おっヤバシンです。おまけっすか。じゃあ俺とやろうぜ。まず最初ミスター二葉立ちサトル選手。サトル選手はオーディション直後 TikTok ライブにて赤裸々に語っていました。まずサトル選手はオーディションに参加するにあたって東京に参りしたそうですが、まあ、北海道に、ね、住んでらっしゃるんでね、それは参りするわなって感じなんですけど、仕事のいざこざでホテルが取れておらず、しかもこう東京着いたら着いたでどこに連絡してもホテルが満室だったためにネットカフェに結局泊まったらしいんですよね。でしかもそのネットカフェはフルフラットシートが埋まっていて、結局椅子のタイプの部屋で寝ることになってしまったと。でむしゃくしゃしたサトル選手はその寝カフェに売っていたペンラを2つ購入して即二葉立ちさせたそうですが、まあ、そういった経緯があってね、オーディションにはあんまり良くないコンディションで臨んだそうなんですよね今回は。そして肝心のオーディションの方はと言いますと、半端じゃねえオーディションだったよ、無傷だけどな、ガキ引っ叩いたけどとおっしゃっており、サトル選手から見ても壮絶なオーディションだったようです。そしてガキが一人絡んできて引っ叩いてしまったということで、これパンチ君の可能性ありますね。次ヨーディ選手。じわじわと人気上昇中のヨーディ選手は今回の14もしっかり参加されたようで、かっこいち面白かったな、楽しいね本当によ、後から来るな、体ボロボロや、ゆっくり休もうと体がボロボロになるまで暴れてくれた様子でした。また今日はミスって会場に穴開けてしまったことだけが心残りだともおっしゃっており、今回のヨーディ選手の暴れっぷりは相当期待できるかもしれませんね。会場に穴が開くということは相手はこんな感じになってるかもしれません。次裏から表に出てきたバン中村選手。 13.5 では急遽リングに上がり、14で10人抜きと試合決定していましたが、当時は試合はするけどオーディションには行かない、若い人たちに任せるとおっしゃっていましたが、とある筋の情報で10人抜きがいるって聞いたが本当かと、なんだかんだでねオーディション当日気にかけていたようで、それに対し10人抜きが中指で返すと、上等な子らとなんだかんだで現場には赴いたようなんですが、数時間後、だから俺の使い方雑なのよとおっしゃっており、10人2期だけでなくオーディション自体にも問題があったのでしょうか。到着したら下でとりあえず10人さん座ってるんで適当に喧嘩売っちゃってくださいみたいにね、まあ、もしかしたらスタッフの人から言われてね、いやいや適当すぎだろみたいに思ったのかもしれませんね、うん、まあ、これはあくまで私の憶測ですが、結局映像が楽しみです。次そんな12人2期は前日の通りバン中村選手と試合が決まっていたものの、めちゃめちゃいろんな人から喧嘩を売られたと語っていました。12人2期としてはやりたくない相手から喧嘩を売られても燃えないと言っていましたが、それでもいろいろやられたと語っており、2期の乱闘もそこそこ映像であるかもしれません。次ミスターブレイキングダウン慶之介選手ですね。慶之介選手は前回久しぶりの出場を果たし、同じアウトサイダーレジェンドのマク選手を秒殺 KO していましたので、今回も参加はもちろん安定のひな壇かと思っていましたが、まさかの今回呼ばれていなかったようで、今から来いってふざけてんの、こっちは暇なんだよ、相手次第で行ってやるわとオーディション当日につぶやいており、急遽参戦する形になったのでしょうか。ふざけてんのと切れていると思いきや、こっちは暇なんだよとなんだかんだでノリノリの様子で会場に向かってる途中ではルンルンでツイキャスしてましたね。 BD が楽しみなのもあるかもしれませんが、慶之介選手は今回初の試みである女子ヌルヌル MMA にかなり興味を抱いているようで、スケベ親父としての血が騒いだのかもしれません。次ニシスンこと西島選手。前回は直樹選手にまさかの敗北を喫し引退までほのめかしていた西島選手ですが、すぐに立ち直り同階級の選手たちに対して闘志を燃やしていました。そんな西島選手は今回もオーディションに参加したようですが、久しぶりにムカついたわ、初めて手出したわバカがとまさかの乱闘まである状況のようですね。意外と西島選手の乱闘ってあんまり見てない気がするんでね、これちょっと面白そうですね。
西山選手の対戦候補として一番言われているのが、同階級でなおかつかねてからの因縁もある野田選手ですが、野田選手と乱闘にまで発展するようなのはちょっとあんまり想像がしづらいんで、新規で絡んできた舐めた志願者がいたのでしょうか。こちらも楽しみです。次、みんな大好き井原チャンプ。チャンプは今回もオーディション後最速で動画を上げてくださっていて、ご覧になられた方も多いと思いますが、おさらいしていきます。チャンプはもうオーディション開始早々というか、もう開始前からこちらマジで9時集合で、9時半とか過ぎてんの何なの、勘違いすんなよクソどもが、だから B リーガーとか言われんのよとおっしゃっており、どうやら遅刻した選手がいたようで切れていましたね。チャンプはこういうとこちゃんとしてますからね。伝説の富澤くんとの決戦の時も集合に遅れてきて、ミクルの兄貴も待たせてしまった富澤選手に切れていた時がありました。懐かしいですね。オーディションとなるとミクルの兄貴だけでなく何十人という人たちにね影響を与えてしまいますから、遅刻の重みはでかそうです。てかこれ誰が遅刻したんですかね。ちょっとここまで結構な騒ぎになってるとね、遅刻した人なんか結構罪悪感感じるんじゃないかなって、ね思ったりしますけど、さらにチャンプはその後もトラブルが多々あったようで、もしオーディションで殴ったらすみません、今日はなんだかムカつくことが多々と怒りをあらわにしており、しかも結局のところ殴ってしまったようです。まずチャンプは2回の戦が今回大きく分けてあったようで、1回目はチャンプが天敵なという人物、 BD の既存の選手らしいので、頑張ればねこう分かりそうな感じもするんですけど、その選手に対して記憶がなくなるほど怒りが高ぶり、手を挙げるに至ったようですね。これはかなり映像楽しみですね。というかマジで誰なんだろうな、この天敵っていうのを、ぜひ皆さんのね予想をね、あのコメント欄でね書いてくださればなって思います。まあ僕が思うのはやっぱりヨシキング選手かな。ヨシキング選手があまりにもすぎて、井原チャンプがちょっとついに堪忍袋の音が切れてしまったみたいなね、冗談は持ってきて、で2回目がね、皆さん大注目の最強トーナメントですよね。チャンプ、細川くん、NAO 選手に加え5人かなりの猛者がそこにプラスされて参加したようですが、今回チャンプの対戦相手になった選手はやっぱりねかなりの強敵のようですと、トーナメント全体としてはそんなに揉め事はなかったとのことですが、チャンプだけはねその相手の選手と乱闘騒ぎに発展したそうで、ってことはね相手がかなり挑発的な人なんでしょうか。そしてその乱闘ではチャンプはまさかの思いっきりやられたと語っています。フィジカル面では圧倒的にチャンプに上回る選手だということが伺えます。チャンプとしてもかなり厳しい戦いを覚悟している雰囲気がありました。オーディションの取れ高も本番の試合もこれはかなり期待できそうです。次、必殺仕事人関谷雄二郎選手。関谷選手に関してはねこちらの動画でも少し触れたんですが、今回もしっかり仕事スパーリングできますよしてきたらしく、かなり疲れていた様子でした。まだ毒切り男のようなね関谷さんがしばかないといけない志願者が現れたのでしょうか。次、路上の天才喧嘩少年磯本光選手っていうね、なかなかご存知の方少ないかもしれませんが、樋口さんとね、イハネシャンプを合体させたようなお名前のこの選手、アイコンが BD なので過去にも出場経験があるようですが、この方も14オーディションに参加したらしく、サングラスが破壊されるほどの出来事があったようですね。これは乱闘の果てに誰かと試合決定までいけたのか注目です。次、ノッコン選手。寺田選手に関しては正直オーディション関係ありませんが、どいつもこいつも TikTok ライブやってるな、ちょっとキモいね、俺はやってたけどやめた、キモいからと TikToker たちに軽蔑の眼差しを向けていました。 B リー選手 TikTok 問題については朝倉 CEO も前々からやめろと言っていましたが、ノッコン選手も嫌気がさしたようですね。そんなノッコン選手は今回もオーディションには参加してなさそうです。てことで、とりあえず乱闘荒れた系の情報は今のところこんな感じですかね。
もう乱闘は見飽きたよって人も多いかもしれませんが、前回はもっさりした乱闘が多かったので、今回こそは BD らしい殺伐としたなおかつ大規模なやつが久々に見たいなと私は個人的には、思いますが、皆さんはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。私も暴れ足りないよという方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。